宮田孝一は、日本の銀行家。三井住友銀行会長。徳島県出身。東京大学法学部卒。1976年4月、三井銀行入行、市場部門で頭角を表し、2008年のリーマンショックを含む金融危機時には、同部門のトップとして、米、住宅ローンの対応に当たった。 2009年4月から、三井住友銀行取締役専務執行役員。2011年4月、三井住友フィナンシャルグループ社長、三井住友銀行取締役となり、頭取に就いた、国部武氏と二人三脚で、休校意識の排除に汗をかき、三井と住友の融和に努めた。2012年の役員報酬は1億2700万円。 2013年の役員報酬は1億2800万円。2017年4月、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行を取締役会長に退く。2019年4月、三井住友フィナンシャルグループ取締役を辞任し、三井住友銀行取締役会長の選任となる。2021年10月24日、死去。 死因は、膵臓六67歳没。ありがとうございます。